ロココウルバ選手、断る代表のリトルギガントのキャプテンですよね。え、君が断る代表のキャプテン？それじゃあもしかしてな、断るの監督の名前本当は遠藤って言わない？もしそうなら俺のじいちゃんかもしれないんだ。なあ、どうかな？違うよ。監督の名前は、荒谷大輔。大輔は僕の師匠なんだ。そんな、なあ、綺麗な目で、言われたら、あ、そうなんだ、ってなるよね。君のおじいさんじゃないと思うけどな。これじゃね。それじゃ。どうすればガルシルド、だってさ、ミスター K 殺されて、響きも死にかけていて、もう、てか、死濃厚。五所川原も殺された。俺たちが頼りにしてる大人3人がやられた。どうすればガルシルドを倒して俺たちのサッカーを取り戻すことができるんだよ。ちょっといいか。わしにも見舞いをさせてくれ。その声はホームレスのじいちゃん。あなたは、おい、ついに世界一をかけた決勝戦の幕が開ける。じいちゃんの最強チームと最後の戦いだ。やっぱじいちゃんやん、言っちゃったじゃんお前。じいちゃんとの最終決戦、世界一は誰だ？違う、やめちゃしす。もう目の前だ。ねえねえ、バラされた。マジでさ、バラされたんだけど。次回ヤムチャキ次回ヤムチャシス、次も絶対見てくれよな。以来の